で、今から実際にまず女の子のお顔を描き進めていきたいと思います。で、使用するブラシは先ほどご紹介した、便利ブラシと、重ねなじませの2つになります。お目目のところから始めると思います。で、厚塗りをするときこういうふうにスポイトで色を取ってあげて、上から重ねていく感じですね。この厚塗りしていくときってこうやって細かい部分まで見えるようにズームすると思うんですね。はい、でその時にこの元々のその線の粗さっていうのが結構これまで気づいてなかったものも気づくと思うので、そういうところも全部こう綺麗にしてあげるようなイメージで進めていきます。細かい作業ですね、ここからは。そうです。こだわろうと思えばどこまでも細かくこだわれる作業なんですよ。でも最初はやっぱり下塗りはちゃんとやった方が厚塗りがうまくいくっていう。そうですね。今ちょっとあの目の上のまつげの部分を進めています。ちょっと随時こういう風にビフォーアフターで確認するとどういう風になったかが分かりやすいと思います。それ確認をしながら前の方が良かったなってなったらまたそこは修正していったり、もうやり直しです、うん、もう基本的にこの元のやつより可愛くなかったら意味がないので